事例書、桜井雄二、高知県移住支援特使を委嘱する。県の移住支援特使に任命されたのは、高知国際高校の教師でレスリング部の監督を務める桜井雄二さん。そしてレスリング世界選手権で2階級制覇、現在は群馬県の育英大学に通う長女のつぐみさんです。県は2013年から包括連携協定を結ぶ民間企業などを移住支援特使に任命していて、これまでに全国で8つの企業が移植されています。個人への移植は初です。江南市在住の桜井監督は香川県出身で、1998年に高知県の教員に、以降高知のレスリング界の発展に尽力してきました。高知にはすごくチャンスがあるというか、いろいろな分野での活躍のチャンスがあると思ってます。で、私はその、レスリングという、競技を通じて、そのチャンスを生かして、選手たちを育てることができたんですけど、そういったところをいろいろな方にお伝えできたらなというふうに思っています。群馬に行ったって気づいたことが多くて、やっぱり生活しやすくて食べ物が美味しい、自然がいっぱいということが本当にすごいいいところだと思うので、高知の良さをやっぱりいろんな人に発信していければなと思います。県によりますと、2021年度の県への移住者は1167組と、前の年より204組増え、10年間でおよそ10倍に増加しています。今後 CM や SNS などを通じて移住を促進していくとしています。